4321スタートンコツラーメン味噌スープ。はいの皆さん、こんばんは、プチプチです。今回もですね、視聴者さんとかくれんぼやっていこうと思うんですけど、まあ久しぶりの視聴者さんとかくれんぼなんですけど、いや、かくれんぼ自体が久しぶりなんですよね。小学校以来かな、かくれんぼやるの。それリアルなかくれんぼだ。スプラトゥーンでかくれんぼはね、1週間ぐらい置いてやってるんですけど、まあね、最近イカ逃走中とかイカ鬼とかやってて、かくれんぼ全然やってないなと思ったので、とりあえずやっていこうと思います。イカよろしく。さあ、かくれんぼをやっていきましょう。まあ今回はですね、フェス終わりのかくれんぼということなので、まあまあ簡単に今の状況を説明しようとすると、フェス僕やろうと思ってたんですよ。で、よし、まあ昨日はイベントがあったし、フェスできなかったから、最後の日曜日フェスやろうかなと思って、朝起きたらなんともう2時50分でした。はい、お疲れ様。10分しかできません。もうフェスなんてやってらんねえわ。かくれんぼやっちまおうということでね、今かくれんぼをやってます。まあ最初は僕が鬼なのでね、今回のかくれんぼをちゃんとね、仕切りながらやっていこうと思います。いいね、この自転車。え、かくれんぼにしてはなんかね、珍しい感じの置き方してるよね。かくれんぼにこんな自転車いらないよね。さあ残り時間3分になったら僕が鬼として出発するんですけど、まあ鬼履歴だいたい僕2000回ぐらいやってないですね。ちょっと盛りました。20回も盛りました。まあせめて10回ぐらいですかね。10回行ったか行かないかぐらいの感じに鬼をやってきたんですけど、そのかくれんぼの間にやってきたんですけど、今回ちょっとリスナーさん、視聴者さんということなので、レベルがちょっと僕には分かりません。いつもだったら実況者とかと やるんですけど、あー、もしかしたらかくれんぼが強い人がもしかしているかもしれない。さあ残り10秒になりました。9 8 7 6 5 4 3 2 1スタートンコツラーメン味噌スープ、よし行くぜ。さあどこにいるかな。なんかね、最初にここら辺にいる人いるよね。ね、ここら辺に、ここら辺でどこら辺かわかんない。そう、俺のここら辺はここら辺なんだ。ちょっとよくわからないな、ちょっとよくわからない。さあ昼間スプラトゥーンやらずにフェスをできずにちょっと後悔していたプチプチくん、若干テンション高めですね今日。今なんかいたよね。やったー、ヤリイカ、ホタルイカ、ホタルイカ食べてえな。なんかイカ食べたくなってきた。なんかあれだな、伊藤洋華の日程、とりあえずあれだ、ホタルイカは買わないで、ポテチ買いに行こう。登った形跡あり。ここ辺にいるんだろ、いるんだろ。あー、あそこにサブウェポンありますね。オッケー、捕まえた。さあ多分ね、近くにいそうな気がする。大概ね、ここに隠れる人がいるから。さあ残り2人ですよ。残り2人ですよ。ザーボンさん、おやりなさい。違うな、フリーザなんかもうちょっと気持ち悪い声だったな。いないね、いないな。あ、大概ね、ここら辺に隠れる人多い。かくれんぼ名人だからね、隠れる側も僕やります。そう、スプラトゥーン2界の、スプラトゥーン界の隠れミッキーと呼ばれてますから、僕自称呼ばれたいなと思ってるだけで、実際に呼ばれたことないんですけどね。呼ばれたいな、いつの日か。そう、呼ばれたい。意外とね、端っことかにいる場合が多いから、こういうところをこまめに塗らないと怒られる、お母さんに。ちょっと相手陣地が行ってみますか。やばいぞこれは。この辺行ってなかったもんね。こことか。やばいやばい、マジいない。残り1体ぐらいを捕まえたい。いた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 、やったー。ってことは反対側にいたってことか。うまいね、みんな隠れるのは。あと1人どこだ。いた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 。あー、え、あれ、あ、これ違うの、これこれ違うやつ、これいいの、違うね。わかんないんだけど。あ、やった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 、イエーイ。
全員捕まえたということで、久しぶりにというか初めて全員捕まえることができました。やったね、やったね、かくれんぼやっぱり楽しい、本当にかくれんぼめっちゃ楽しいね。やったねみんな、イエーイイエーイイエーイさあ2戦目やっていきましょう。今回のかくれんぼは僕が逃げる側なので隠れていきましょう。さあ絶対に捕まってたまるか、この隠れプロに限って。そんなことは絶対にありえない。さあ行きましょう。こういうところはですね、意外と鮮明に塗った方がよろしい。本当に鮮明に塗る、かつ鮮明に塗った後に鮮明に隠れるのがよろしい。 OK 行きましょう。さあどこに隠れようかな。あれ待って、なんか今思ったんだけど、コントローラーの感度がおかしい。ちょっと友達に貸してたんですよ、スプラトゥーンを。なんかおかしいぞ感度が、なんか遅いのかな、このこれが。でなんかスティックの方が早い。なんかあれかな、多分苦手なのかな、あれが、あれするやつが、なんだっけ、そのあれです、あれ、あれなんだっけ、あれなんだっけ、あれ、ジャイロ操作、それだ、ジャイロ操作が苦手なんですよ僕の友達が。これはいうことかな、多分きっと。どうに隠れよっかな、ここ。え、バレそう。意外と始まったところの近くに隠れればいいかも。俺じゃあここに隠れようかな、このなんか段ボールの、段ボール的なコルクボール的なやつのこの後ろ。これバレないでしょ、これ。それか、あ、それかここ。これ絶対バレねえわ、これ絶対バレねえ。さあ残り15秒、やっぱここにしよう、ここにするわ。さあ1ピー、あれあれ、ああやっぱ鬼あれだね、鬼多分始まってんの気づかなかった感じだやり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 、いいんじゃないこれ。え、みんなここら辺に隠れてるんだけど、マジで。へえ、面白いね。やばい、来てる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 、このなんかさ、イカの置物に隠れてる人ちょっとやばいんじゃない。おお、見てみんな、これぞ神回避。あ、フーさんも神回避だ。え、待って、これイカの頭じゃない。いい、怖怖怖怖怖、イカの頭あるんだけど、ガールのちょっと怖いんだけど、いいいいだよマジで、いい、イカの頭に隠れるんだ、やばいね。さあいいね、みんな捕まってない。実況マイクラ実況やってんのかな、あの人。ちょっと今度聞いてみよう。鳩が消えてった、みんな、鳩消えてった。いいね、全然見つかんないね。やっぱ東大元暮らし、そういうことかな。東大元暮らしを反対語みたいな感じに逆で言ってみ、意味を逆にして言ってみると、東大元暮らし、千葉大たまに明るい。あ、そっちの東大じゃねえってねなんだ俺のギャグ、寒、親父ギャグみたいなギャグ言っちゃったかもしれない。これギャグなのかな、そもそも千葉大たまに明るいね、よくわかんねえ、たまに何言ってかわかんなくなる。さあ、え、誰一人と見つかってない、これ勝ちじゃないこれ。実況マイクラさんがちょっと危うい、今どこら辺にいるんだ、あ、やばいぞ、実況マイクラさんが、実況ハテナマイクラさんがやばい、実況ハテナマイクラ長いんだよ名前が、実況ハテナマイクラさんさあ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 、10秒切りますよ。9、あ違う、10、あ違う、キャプテン9、あ違う、7、6、5、4、3、2、1、イエーイ、これぞスプラトゥーン界の隠れミッキー。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。またまた視聴者さんと隠れんぼをね、今後たくさんやっていこうと思うので、ぜひぜひ皆さん応募よろしくお願いします。募集する場所なんですけど、ツイッターで僕いつも募集しているので、そこに
まあ、そこでイカ逃走中やかくれんぼ、イカ鬼などのそのイベントに出たい方はツイッターをぜひフォローして、募集した時にぜひ応募してみてください。ということでまた次回スプラかくれんぼ2でお会いしましょう。イカよろしく。